こんにちは、心霊第7世代の新海斎藤です。よろしくお願いいたします。ということで今日はお久しぶり考察動画でございます。本日考察する内容はこちら、綺麗事についてお話ししたいと思います。こちら綺麗事というのはですね、まあ皆さんが嫌っているのに使いがちなものなのではないかなというふうに思います。特にもうこれが第一位なんじゃないかな。まあ本当にね、何でもかんでも嫌いだ嫌いだとかね、いやこれはいいよね、あれはいいよねっていうふうに、まあ好き嫌いが分かれる世の中ですけれども、その好き嫌いの中に自分自身の綺麗事を入れているのにそれに気がついていない人がほとんどなのではないかなというふうに思うので、その辺のところちょっと咀嚼しながら考えていければいいなというふうに思います。それでいってみましょう。レッツゴー。最初にお知らせなんですが、この考察動画、年内もしくは年始ぐらいで、一旦終了にするかもしれないんです。ちょっとね、まだお知らせできないんですけれども、別媒体にですね、このコーナーをそのまま持っていくような形になるかもしれないので、もしこのコーナーすごく好きだよって言ってくださる方いらっしゃるんですけれども、そういう方はね、ぜひその媒体に移動してもらえるとすごく嬉しいです。後ほどというか、まあ後々いずれ発表したいと思いますね。はい、そんなこの考察動画なんですが、基本的には僕の見ている生き量の世界、人の心の動きの世界というものを元に参考し考えているものになりますので、まあベースとしては心霊というのに直接関係している動画ではないので、それだけご了承ください。それでは行ってみましょう。こちら綺麗事についてお話ししていければいいなというふうに思います。まあこちらの綺麗事っていうものはですね、まあなんて言うんだろうな、あんまり好きだっていう人いないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ腐す時に悪いという意味で使う時に綺麗事っていうことを言っている人ってかなり多いのではないかなというふうに思うんですよ。まあ例えばなんですけれども、綺麗事じゃないことをまあみんなで言っていくとします。例えば世の中みんな幸せで、すごいお金がいっぱい入ってて、食べ物も美味しいものがいっぱい食べれて、ワイワイガヤガヤ、好きなことして暮らせたらいいよね。でもそんなことはできないよ、綺麗事じゃんっていう風に言うんですね。はい。これはじゃあ今のが綺麗事だとしましょう。こういう風に、そんなの無理だよとか、そんなのいい人ぶってるだけじゃん。そう、綺麗事というのを相手に投げかけるとき、それいい人ぶってるだけじゃんっていう風な言葉が入るときが、結構多いんですね。これまあ割合としては本当に多いんじゃないかなという風に思います。で、綺麗事っていうのはじゃあ、みんな相手をバカにするときに使うんですけれども、ではみんな綺麗事は言ってないのかっていうと、かなりの確率で綺麗事を使っています。これはテレビに出ている人とかっていうのはやっぱり一番顕著で、まあコロナでも何でもいいですけれども、なんかね事件を取り扱ったワイドショーとかでも何でもいいですけれども、一応ですね、当たり障りのない誰からも攻撃を受けないような、でスポンサーさんからも怒られないような、誰からも、温かい目で見てもらえるっていう言葉っていうのを言う時っていうのは、やはり綺麗事っていうものを一番言うのが便利なんですよね。はい。だからまあよくつまんなくなっているとかね、綺麗事しか言わないじゃないかっていうふうに言われるんですけれども、これがまあ大原則として、みんなが綺麗事を自分で使っているっていうところのまあピンポイントなところですよね。はい。でこれを見て、なんだよ綺麗事じゃねえかって腹立つからズバッと言ってくれるような人がたまに現れると、それ見て、うわーよっしゃいいぞもっと言ってやれみたいな、例えばひろゆきさんだったりとか、あと誰々有吉さんだったりとか、ホリエモンさんだったりとか、そういう人たちが現れた時にいいぞ気持ちいいぞっていうふうになってくるし、まあもちろん人のこと腐されるとね、なんか見ていて快楽成分が増すっていう、脳の中のねオキシトシンが増すっていう快楽成分の部分もあるんですけれども、基本的には綺麗事をねじ伏せられるっていう風なところっていうのが一番ベストになってくるわけなんですよ。ではじゃあテレビに出てない自分たち私生活の中で綺麗事っていうのは使っていないのかっていうと、基本的には綺麗事はたくさん使ってますよね。じゃああまり良くない例えだけれども、よそんちの赤ちゃん見て、友達に赤ちゃんが生まれたとしますよってパッて見て、あんまり可愛くない子だったとしても絶対赤ちゃん見たら可愛いねって言うじゃないですか。これはまあ嘘も方便であり綺麗事とも言えるかもしれないですけれども、こういったまあなんて言うんだろうな、気遣い的なことっていうものを言う時もありますよね。はい。これはまあ、優しい嘘というふうに捉えられるんですけれども、じゃあ綺麗事ってどういうふうなところで使われるかっていうと、自分が安牌な位置にいたい時に使う言葉っていうのが綺麗事になってくるんですね。はい。
例えば本当に今なんだろう風物詩というかもう今時代を象徴してしまっているので、コロナが一番分かりやすい例えなんですけれども、どういうふうにすればいいのかねっていうのの具体的なことっていうのを言う人って民間人の中であんまりいないじゃないですか。取ってつけたような知識をもとにこういうふうなことがいいんじゃないか、ああいうことがいいんじゃないかっていうのを見切り発車でバーって言っていて、まあ本当に収まってくれればいいのにねっていう綺麗事、で、まあ、早く収まんないかなって、今すぐ収まってくれればいいのにねって無理だって分かってて、でも発するじゃないですか。それはどういう願いが入っているかっていうと、みんなこういうふうに思っているんだから、みんな思っていることを私は言っているだけなんだから、無理だと分かっていても分かってくれるよねっていう意味で綺麗事って言ってるんですね。ちょっと難しい言い回し、僕がちょっと下手くそでしたけれども、みんなの中に内包してることっていう当たり前なことみたいなことを代表して私言ってますっていうのが綺麗事っていうことになってくるわけなんですよ。で、これは2つパターンがあるんです。で、大概のパターンの人が1つ目のパターンで、逃げるために使う人が多いんです。綺麗事っていうのはみんなの中に内包している共通意識、みんなそう思っている当たり前のことみたいなことを具体的に綺麗事として言うことが多いので、綺麗事っていうのは喋りましたっていう風になった時に、みんながそうだよねそうだよねって共感する、でもそれでおしまいっていう風なことが多いんですね。で、当たり前ですけれども、みんなが共通して思っている願いですけれども、もう一つ共通してみんな無理だよねって思っている願いでもある、この2つが重なっていて、こういう自分の考え発想、まあ、具体的に思考したりとか具体的に行動したりとかっていう風なことをしたくないな、めんどくさいな、そこまでっていう風な労力は使いたくないなっていう風な時に、綺麗事を言ってはいおしまいっていう風にすることが非常に多いんですよ。これはね、実を言うとね、思考を停止させてしまうんですね。周りと、まあ、いわゆる空気みたいな存在になる、まあ、日本人が特に大好きなそういった空気感みたいなものをおのずと出していくっていうことも自分でやっているし、で、自分という意思とか考えみたいなものもどん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 なくしてしまっているし、変な話なんですけれども、敵は作んないかもしれないけれども、具体的な味方も作らないんですね。はい、だから強い味方になってくれる人っていうのが周りに一人もいなくなってしまう。でもこれといって敵対する、すごいオレってなるような人も周りにはいなくなる。だから、キレ事を取っているとき、キレ事を使って逃げ回っているっていう状態が一番安牌ではあるんですよね。はい、ではキレ事っていうのを正しく使う2つ目の方法なんですけれども、みんなが共通して思っていることだよねって理解してキレ事を使っているんだったら、そこに向かってみんなで具体的にどうやったら目指せるのかっていうのを考えて使っている人っていうのは素晴らしいと思います。綺麗事って周りに笑われるかもしれない、もしくは綺麗事だよねっていう風に自分で皮肉を込めて言ってしまうかもしれない。でも周りが綺麗事だよねそれって言ってくる、自分もこれが綺麗事だと思うってことは、みんなが良いと思っているビジョンであることは確かなんですよ。間違いないんですよ。ってことは、このビジョンに向かって行動するっていうことはすごく正しいと思うんですね。このビジョンを持ちました、ここに向かって私はこうしたいんですって言って行動しております。で、それは心地よいんですよ。周りには絶対決して強要しない、周りにはバカにされまくってください、周りには罵られまくってください。でも自分がその綺麗事っていうみんなの共通認識の良いことっていうのに全力で走り出していることによって、周りも感化されて動き出しますから。だって周りの人たちも綺麗事言ってんじゃねえよって口に出してしまうぐらい自分の根っこの中にその考えがあるから。だから綺麗事っていうのは使うってなったら、それに向かって自分で全力で努力して走り出して、その実現、みんなにどんなに笑われようと、自分でどんなに皮肉って言おうとも、そこに向かって走り出すっていうことをやってみると、もしかすると全員が綺麗事に向かって走り始めた時に、時代というのは大きな変化をもたらすのかもしれません。なので人間というのはものすごいピンチになった時にこそ綺麗事っていうのを糧に一生懸命頑張るもんだけど、ピンチじゃない時でもそういう意識が持てるように頑張れると、人間いい方向に回復できるんじゃないかなというふうに思いました。はい、いかがでしたでしょうか。もちろんね、この綺麗事っていうのを認識して綺麗事だよねと思いつつも全力で行くぞっていうふうに思ってから、それを周りに強要したら、それは錦の御旗を持った暴力、あのコロナ警察と同じようなことになってしまうので、そういった意味ではなくて、自分自身の中で努力し周りを変革させていくっていう風な考え方っていうのをおすすめしているのでございます。なので、あくまでも勘違いはしないようにしてください。でもそれをすることによって世界はどんどん変わっていく。
くし、世の中っていうのはどんどん大きくなっていくと本当に僕は個人的には思っているので、全員がそういう意識を持って生きていけば、こういった苦難の時代も楽々と超えていけるような時が来るかもしれません。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。多様性を理解するっていうことを含めながら、それでも自分自身の信念は強要せず、自分の中で貫いて、これからも素敵な生きるライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。